徳本和義は、広島県広島市再帰区ミスズが丘生まれの陸上競技選手。2011年より、駿河台大学コーチ。現在は、駿河台大学の駅伝監督。ニックネームは、徳さん。血液型、O 型。父親が陸上競技好きで、父親との親交を深めるために陸上部入部を決意。小学校のマラソン大会で1位になったことも、 陸上部入部の要因となった。しかし、当時は走ることはあまり好きではなく、スラムダンクの影響からバスケットボール部への入部と迷う場面もあった。ミスズガ中1年時は100メートル、走り幅跳びを専門種目としていた。中学1年の秋2500メートルに出場し、2年時から本格的に長距離に転校。 二年時には1500メートル、3000メートルにおいてその才能を開花させ、一躍同学年の全国レベルに名乗りを上げた。三年時には全国大会で1500平方メートルくらい、3000立方メートルくらいになった。この1500メートルのレースでは、ゴール目前までトップを走るも、ガッツポーズをしている間に逆転されてしまった。当初、 広島県立最上農業高等学校へ入学予定だったが、広島市立沼田高等学校の指導者、三浦学に憧れ沼田高校に入学。高校一年時に中国大会6位でインターハイ1500メートルに出場。その直後の8月17日、三浦が交通事故で亡くなりショックで練習に手がつかない日々が続いた。一年時の冬に疲労骨折し、 水泳や自転車の練習に明け暮れる。2年時のインターハイ予選には800メートルだけ出場し、準決勝敗退。しかし地元広島国体の1500メートルでは4位に入賞。2年次の冬にまたも疲労骨折したが、3年時のインターハイ予選には800メートル、1500メートル、5000メートルと3種目に出場、3種目とも本線に進出した。 結果は800メートル準決勝敗退、1500平方メートルくらい、5000メートルは棄権した。高校最後の試合は日の丸をつけて走りたいとの思いから卒業式と日程が重なる福岡国際クロスカントリー大会に出場し、ジュニア8キロメートル優勝、世界クロスカントリー選手権日本代表となる。13大学、 四実業団から勧誘があったが選手を縛り付けず、比較的自由な練習メニューと結果を残せばルーズな、服装もある程度許される環境に惹かれ、法政大学社会学部に入学。練習でも、先輩後輩関係なくやる気のない部員には罵声を、浴びせ、大会前にはたびたび強気な発言もする、ビッグマウスなところもあったが、現実にインターカレッジでは千五百メートル、五千メートル、 一万メートルで活躍し、大学陸上界を代表する選手となった。またユニバーシアード、北京大会で銅メダリストになるなど、国際舞台でも活躍した。トレードマークは茶髪、時に、縫製カラーのオレンジに染め抜いた髪とオークリーのサングラス。木突系の多い学生陸上選手の中にあっては、異様なキャラだったため、箱根駅伝を中継する。 日本テレビを中心にマスメディアが大きく取り上げ、ビジュアル系ランナー、爆走王などとして注目された。特号の影響でこの後も放題は派手なチームカラーを全面に押し出している。放題のエースとして、2年時には1区スタートから飛び出すとそのままトップで中継し、区間賞、2区、坪田智ともとオレンジ旋風を巻き起こす。3年時には2区を走り、板山学ぶ。 岩水義高、神谷信幸らと競って、区間に4年時にも肉区を走ったが、5.4km 地点で、右足肉離れを発症。成田道彦監督らに止められ、途中危険となった。徳本は、大会史上8人目の途中危険者であり、スタートから 28.6km 地点での、途中危険は、箱根駅伝史上最短である。 かねてからのビッグマウスぶりには味方と同時に心よく思わない人も少なくなく、彼のホームページの掲示板に誹謗中傷が相次ぎ、一時閉鎖に追い込まれたこともある。ただこの途中期限が転機となったのか、次第に強気な発言は影を潜め、人間的にも丸くなっていく。社会人1年目には母校の夏合宿に参加し、 ひょっとしたら俺はまだ法政大学なんじゃないかと思った。学生の時は言いたいことばっか言って、父親的な感じだったけど、今だったら、こうしたら早くなれるとか、相手の悩みに答えてあげられる、そんな母親的な自分もいますねと振り返っている。様々な企業から勧誘を受けるが、日清食品、白水明教監督の自分らしく協議できるのが一番いいんだ。お前は、 金髪が似合う。それでいいじゃないかという言葉に惹かれ、日清食品に入社。2003年、2004年、日本選手権、男子5000メートル連覇。2003、4年には、パリ世界陸上選手権、アテネオ,オリンピック5000メートル標準 B 記録である13分25秒、40を突破するために、積極的に海外レースに参加。しかしわずか0.8秒及ばず、 世界への挑戦は断念。一時スランプに陥っていたが、膝を手術し2006年頭に復活。2006年世界クロスカントリー選手権、福岡大会の男子シニア12キロの代表に選ばれた。同年には全日本大学駅伝の移動中継者の解説と2007年箱根駅伝でゲスト解説を務めた。2007年東京マラソンで初マラソン。 記録は2時間15分55秒で5位入賞だった。2011年11月、駿河台大学に選手権コーチとして就任。2012年4月より監督に就任するとともに、モンテローザにも社員として所属しつつ、現役ランナーを続けている。2012年12月、甲府読売マラソンにて2時間14分48秒の4位入賞を果たす。 日清食品グループ時代の自己記録を更新。ファッションブランドでデザイン提案をし、自分のブランドを立ち上げたこともあった。既婚一男一女の父。2012年より駿河台大学の駅伝監督に就任。2021年10月の第98回東京箱根間、往復大学駅伝競争の予選会で8位となり、 駿河大大学の箱根駅伝初出場に貢献した。トラックフィールド年次ベスト、太字は自己記録ロード年次ベスト、太字は自己記録駅伝成績3年1年2年3年1年2年3年,年,3年4年1年2年3年4年5年。ありがとうございます。